はい、どうも、ナマールです。昨日、フロントラインというゲームをご紹介いたしました。本日は、8月6日に発売されました、ドルアーガーの塔というゲームをご紹介いたします。で、このドルアーガーの塔はね、1984年7月にね、日本のナムコから稼働されました、アーケード用ゲームのね、アクション RPG、初めての RPG でございます。で、およびね、ゲームの舞台となった塔の名前でもあります。で、バビロニアンキャッスルサーガーのね、第一作品でございます。で、略称は TOD って言うんですよね。はい。でね、バビリム王国の王子であるギルを操作して、で、悪魔ドルワーガーを倒して、ブルークリスタルロッドの奪還及び恋人の会をね、救出することを目的としたゲームであります。で、アクションロールプレインゲームの草分け的存在でもあるんですよ。で、開発はね、ナムコが行ってね、ゲームデザインはね、遠藤正信さんで、音楽は小沢純子さんで、キャラクターデザインはね、篠崎雄一郎さんがね、担当されています。で、遠藤正信さんと小沢純子さんって、この方2人とも有名なんですよ。で、両方紹介したらちょっと長くなるんで、今日はね、まあ、以前もね、本当は紹介する機会があったんですがね、ゼビウスというゲームでね、本当はしようと思ったんですが、ゼビウスもなかなかちょっと長かったんでね、本日もね、まあ長かったんですが、そんな言うたらね、また紹介できなくなるんで、遠藤正信さんもね、ちょっと、遠藤正信さんを今日、軽く紹介最後にします。はい。ファミリーコンピューターをね、はじめとしたね、ゲーム機 MSX をね、はじめとする各種パソコンやね、携帯ゲームなどね、また、単体パッケージとしてね、以外にもナムコのレトロアーケードゲームのカップリング作品、ナムコミュージアムにもね、たびたび収録されておりね、極めて多数のプラットフォームにも移植されています。で、カバヤ食品の極限、ゲーム伝説にはね、一部ステージがプレイできるね、Windows 版 CD-ROM がね、同封されていました。で、またね、2003年で12月5日に、ナムコね、現在のね、バンダイナムコエンターテインメントからね、発売された任天堂ゲームキューブ用 RPG、バテンカイトス、有名ですよね。で、終わらない翼と失われた海のね、予約特典としてファミコン、ファンがね、復刻されています。で、後にね、続編となるアーケードゲームね、イスターの復活、これ1986年なんですけどね、もう稼働され以後シリーズ化されました。でね、先ほども紹介しましたゼビウス、1983年ね、で、知られる遠藤正信さんね、で、このゲームデザインを担当した本作はね、主人公ギルが、悪魔ドルアーガーの住まう60階建てのね、塔を攻略する内容であります。で、制限時間内にね、各種のモンスターを倒しつつ、迷路上の各フロアね、配された鍵をね、所得し、扉を開けて次のフロアに進むことを繰り返すというものであります。で、各フロアにはね、ギルの戦いを有利にするアイテムの入った宝箱もね、隠されています。で、最終的な目標はね、平和のシンボルでもあるクリスタルロッドの奪還とドルワーガの打倒。で、そしてね、最上階にね、囚われている、恋人のね、カイの救出でもあります。で、ドルワーガを倒して、ね、カイを助けるために隠しのアイテムを所得してギルを強化しなければならないんです。で、まあ今はこういうのは当たり前ですからね。で、宝箱を出現させるにはフロア前にね、設定された条件を満たす必要があります。で、出現条件として、特定の敵を数匹倒します。で、ギルを特定位置に移動させるなどのほか、で、スタートボタンを押したり、で、レバーを各方向に特定回数ずつ入力するといった風変わりなものも、まあ、設定されています。で、アイテムの中にはね、ギルにとって不利となるものも、まあ、当然あって、また出現、宝箱が出現しないフロアは、まあ、存在するということでございます。でね、今からちょっとゲーム内容なんですが、4方向レバーとね、
口ボタンを使用して主人公のギルを操作いたします。でギルはね迷路の壁沿いにしか移動できませんが、アイテムの一つであるねマトックね、これツルハシです。で敵キャラクターが発する呪文などを利用して壁を壊すことで壁のあった場所も通過可能となります。で攻撃にはね、攻撃には主にね、剣をね使います。でボタンを押すとね、剣を抜き押している間には前方に構えます。で剣を構えた状態でね敵の方向に、移動することでダメージを与えられて、でスライムなどはね一撃で倒せるますが、ナイトなどはね一回の交差でね体力を奪うのみであって、倒すには交差を繰り返す必要があります。まあ今はこのアクション RPG じゃこんな当たり前なんですけど、当時はこれがね初めて試みだったんでね、まあ当時初めあの少年たちはねこれやって難しく感じたと思います。はい。でボタンをね離すと剣をしまいます。で剣を抜くしまう動作中は防御もまあできない無防備な状態となるんですよ。まあこれが難しいでしょうね。でマイシャンなどがね出す呪文は盾で受け止め防ぐことができます。まあ、この盾とね剣の出し抜きがねもうちょっと動画でも見たんですけど、意識しないと速攻当たって死にかけます。で盾はね剣をしまった状態でギルの正面剣を抜いた状態では左側をね向きます。でこれを応用してね剣を出したまま呪文をね受け止めることも可能であってね、この動作を行わない出現しないね重要アイテムが存在するんですよ。この方式はね、本ゲームに限らず、まあ後のね、ゼルダの伝説シリーズでも採用されています。はい、動きがねめちゃくちゃそっくりでしたよね。はい。でこのねドルワーガーの塔のねストーリーがまああるんですよ。で広大なねユーフレイ川のほとりに位置する。で小国バビリム王国はね、天の神アヌが授けたブルークリスタルロッドのね輝きによりね栄えていました。でしかしねその噂を聞きつけたね隣国のスーマール帝国がねバビリム王国をね、翻弄してね天に掲げられたロッドを奪うべく、バビリムのね民をね奴隷にして天高くそびえる塔を作らせていたということなんですよ。ちょっとひどいですね。でこれを知ったね、神豪アヌは怒りのね雷を落として塔を破壊します。しかし時すでに遅いんですよ。で塔によってねロッドの光がね遮られたことによってね王国の守護者である女神イシターとの戦いに敗れ、ロッドに封じられていたね悪魔ドルアーガが復活を果たしてしまいました。でドルアーガはね魔力を用いて塔を修復して天井界からブルークリスタルを盗み出して塔内に立てこもります。でイシターの巫女のね会はねロッド奪還のため塔に挑むドルアーガの魔力に敗れて意志に変えられて囚われてしまいました。でバビリム王国の王子であるギルはねドルアーガを倒してロッドを奪還して、囚われた恋人の会をね救うべくアヌ神より授かった黄金の鎧をまといねドルアーガの塔に挑むというのがね本作のストーリー内容です。結構思いのほか深いんですよ内容は。まあこれこういう深さがね後にねまあ、ゼルダも含めてねファイナルファンタジーも含めてまあ内容が濃くてゲーム性も楽しくっていうのが当たり前になった作品の一つでもあります。はい。で軽くですが遠藤正信さんの話をいたします。まあ、1959年2月23日に生まれました。はい、今もご存命でございます。で東京都渋谷区出身のゲームクリエイターでね、東京工科大学博士、工学のね博士で、で東京工芸大学芸術学部ゲーム学科教授でね、株式会社ゲームスタジオ創業者、
兼ね、今も相談役です。で、日本デジタルゲーム学会、副会長、ね、で、宮城大学客員教授、で、株式会社ジャグモ名誉会長、慶応義塾大学大学院特別招聘教授でございます。もうこんだけの名目すぎるぐらい、もうどんだけやるねんっていうぐらいやってるのにもかかわらず、この人の異名はゲームの神様でございます。もうこれに全て集約されてますよ。まあ、このゲームを作っている方はね、まあ、遠藤正信さんのこと知らない人は多分おらないと思うんですが、もうどんだけ、ゲームクリエイターだけでも十分なんですが、もう東京工科大学のね、大学博士とか、これ一つでも十分や、他にもたくさんあるってね、もうすごいの一言しかないです。はい。っていうのが今回の動画でございます。はい。すごく長くなりましたが、私、ナワールと申します。ツイッターもやってますので、もしよかったらフォローの方よろしくお願いいたします。特にね、この動画興味持ってくれた方がいたら、高評価ボタン、チャンネル登録特にしてくれたら嬉しい限りでございます。はい、ということですので、本日はこれにて終了いたします。ありがとうございました。バイバイ。